第2巻も序盤の続きです。悪形愚形は様々ある。相手のお手伝いをするのが最大の悪手。項目白は星、はい、この項目です。項目対星の、そうですね。で締まり、はい、高がかりです。付け、下付けですね。押さえですね、はいはい、この定石はよく見る、ね、ありますね。両方つなぎとかけ継ぎとありますね、はい、この場合かけ継ぎましたですね。でこの桂馬は通常はですね、はい、一間に開きか、はい、場合によってはコスむっていうのは昔あったんですけどね、うん、最近これが流行りですね。そうですか、ええ、ちょっと危なっかしいようにも見えるんですけ ど、こちらに対してちょっと黒が先行した場合違ってきますから、はい、まあ、開きです。一見に高いかかり、一見高かかりですね。普通は先生こうとかが多いですね、ええ、まあ、通常一番多いのは割り打ちでしょうかね。こちらに、はい、こちら方面かかったんですね、うん、はい、でこの手は頑張った手で、はい、ちょっと無理な感じしますけど、本当はどう打つのが普通はこのぐらい、一見に受ける、はい、で相手がこの開けば詰めて、はい、白も不満のない形してますね、はい、ここで白は頑張ってしまったわけですね。趣向を凝らしましたですね、はい、一見と大げつけ、つけ、面白い手ですね、はい、意外な展開になってきましたけれども、はい、ここまでいかがですか。黒いいような気したんですけど、ちょっと不満な感じもするんですね。しますか。ここいい形してるんですね、はい、ただ白の方はですね、ここ安定しましたし、こちらも安定しましたね、はい、そうするとこの強さはですね、はい、働いてないということになりますね。そうですね。どうすればいいかというのをもう少し見てみましょうか、はい、どこが悪かったんでしょうか。まずここのツケですね。このツケが悪い、はい、強い方がですね、このしっかりしている強い方がつけるって理屈に合ってないんですね、はい、通常弱い方がつけるもんですね、はい、ですから堂々とこういうふうに飛んでればいいと思います、はい、こちらにつけてくるのは両方の切りがありますね。こちらもありますし、こうやってこういう形なんですけど、こういう形は通常やってはいけない形ですよね、はい、この白がちょっと嫌な感じですね、はい、白は渡れないということです。そうですね。もう先生、渡りよりもむしろこっちの方が黒としては心配ですね。あ、そうなんですね。下の人って特に両方ね、霧が残ってると怖いという感じが強いと思うんです。ですけど碁というのはこういう場面でですね、これとこれと大事な方を助けておけば十分という考え方を持てばいいと思うんですね。両方を助けようとすると苦しくなるか分からないですけどね、はい、まずではこちらから打ってみます。一つは捨てちゃう、ええ、この石を捨ててしまう、まあ、三々に入ります、はい、これ遮られたら、そう、遮ってきそうな感じしますけどね、はい、当てて、つながし、こういうふうに、これは白もう十分な形ですね、はい、ひどいです、はい、これでですね、白がですね、こうなってはつらいので、この手でこちらへですね、あの三々の石を取りに行けば、これはもっと、はい、こんな真ん中で二目抜けてしまっては黒が大きく得してますね、はい、ですからこの出てくる三々で、はい、白はせいぜいこのぐらいの形です。黒が渡っ
こういうふうに見ました時、ここしっかりしてるんですよね、はい、ですけどこの石がですねしっかりしてるところに近くいすぎて辛いのと、はい、黒の方が字がでかくて厚くてこちらに対してもすごいですからね、立派な形ですね、これは黒十分と打てると思いますね、はい、では今度は反対の形をこちらの今度こちらからつないでみます、はい、この場合も一番最初捨ててみましょうか、この一目を捨てて、そうですね、はい、これは筋なんですね、ただこういうふうに取るよりはね、はい、あと刺して、これでもここの強さとですね、ここが強くて、はい、これ弱くしてましてね、はい、かなりいい形してますね。でも先生、白の字が大きくないですか？そう、大きく見えるんですけどね、はい、ここもまだ三々に今すぐということじゃなくてですね、はい、後々ほっとけば十分考えられてですね、将来の楽しみが残っている、はい、まあ、こういうふうに当ててくれば当然これはこうで受けて戦いますしね、はい、相手が無理やりに取りに来ればですね、はい、抑えて飛びぐらいですか、はい、一旦こう切りまして逃げですか、で白はここへ行かないと目取れないですね、はい、で出て白も危ないですね、そうですね、危ないですね、これ、はい、当ててつなぎぐらいでも白が困ってるんじゃないでしょうかね、はい、これは攻め合いはそう、こうとか関ぐらいの形にですね、はい、当てぐらいでしたらつないでても、はい、この2目取ることで結構長いですから、はい、こちらも味悪いし心配することはないと思いますね、当てないで下がるんですね、そうですね、抑えぐらいですか、跳ねて抑えて当たりますか、はい、つなぎ大丈夫なんでしょうか、はい、まあ、かけ継ぎ打たないとこちらは持ちませんですよね、はい、そうしましたらコスミツケ、コスミツケぐらい、白はこうですか、そのぐらいですね、それしかないでしょうね、はい、そしましたら当ててこう下がって、これはこちらの黒はそうですね、押さえてもここでもう2眼できて、はい、白が目ができませんから当然ダメですね、はい、一見に飛んでも出て終わりですね、その形はこれは白ひどいですね、はい、このように頑張る手もあるんですけどね、はい、基本的にはどちらか切らせればはい、そんなに損することはないんですね、はい、むしろこういうのを心配して固く打つ方が無駄になってしまうということですね、はい、で実戦は、黒が ここでこうつけてしまったわけなんですけれども、はい、この手でこう打たなきゃいけないということですね、と白が打つと下がりぐらいでしょうかね、はい、でこのままほっといて渡らしてもさほど大したことないんで、まあ、こちらの方とかこちらの方からかかってですね、はい、こう挟んでいくとか、はい、なんか他に展開すると、それともう一つはこういうふうにですね飛んではっきりこう切ってまだ弱いですから攻めていく、はい、で白がこういうふうな守りを打っていただければ、はい、先ほどみたいに白にこう先に出る形に比べればここが強くて、はい、むしろまたここがさっきより弱いですから、はい、十分打てると思うんです。黒はさっきの実戦譜よりもいい形をしてますね。かなりいいと思いますね。これは愚形じゃない、はい、そうですね、はい、さっきのはいい形してるようですけど、はい、遅れてしまう、これはちょっと愚形だっていうことですね、はい、ということはですね、はい、よく悪形愚形って言われるのは村井さんも知ってますけど、はい、秋三角だとかそれから陣傘、はい、そういうふうな
代表的な愚形のことを言われていますけど、相手の味方をする意思が最も愚形悪形ではないかと私は思うんですよね。相手の味方、そうです。この黒はこれが相手の味方ですよね。この白の味方をしているという、味方している形になってますね、はい、こういうふうにいけば、はい、この石がなかなかこう、はい、おとなしくしてなくちゃいけないのがですね、これはお手伝いをしているという、お手伝いをしているという、はい、お手伝いする石っていうのは相手に対して大歓迎ですからね、はい、それがそういうふうにならないようにしたいと思う、はい、今必勝点はどこか、何はさておきそこに打つ。三目の子です。はい、小ゲーム係ですね。二間バサミで小すに小ゲーム、でもオーソドックスな形ですね。そう、よくある定石ですね。はい、そう、腰下まで進むのがね普通です、はい、黒は三面性、はい、白がこちらからかかりまして飛んで、はい、こちらへかかる、挟みました、はい、この手は積極的な手で非常にいいと思いますね、はい、白は両がかり、はい、よし、伸びて、これで白を分断しているんです、ね、そうですね、三三、はい、こちらから押さえて、はいですか。この曲がり非常にいい手なんですけど、はい、一つここへ先にですね打って、くずんで、はい、曲げとくのがいい手だと思います。黒が黒の形がぴったりしてますね、で、白の味も少しねこちらが悪いですからね、はい、こうなっているのとはちょっと違う、そうですね、違います。白がツケです、はい、押さえて、これは白がさばきに行ったんですね、というよりまあ根拠を作ろうという形ですね、はいはい、よく打たれてると思いますね、白も黒も立派な形しております、はい、ここで一つ問題を出します、はい、ここでかなり大事な場面なんですね、黒の手番、はい、まあこういうふうに打つ、はい、じゃあこれを B とします、はい、これ B としますか、はい、でこれが C、皆さんこの中で一番いいと思われる手はどの手だと思いますか。村井さんはどの手がいいと思いましたですか。うん、私はちょっとこの辺に白にこう出られるのが嫌ですから、はい、これじゃないかと思うんですけども、はい、この手はかなり立派な手なんですね、はい、でこれとですね、はい、これはちょっと似てますよね。これもこの黒とこの黒がつながるという、白にこう出させないというね、はい、こちらもなんですですけど、こちらの方がだいぶ優れた手なんですね、はい、こちらなぜかと言いますとですね、はい、ここもしっかりしてますでしょ、はい、それでこの石がしっかりしてますよね。でここに石が来ることによってこれの味方にもなってますね、はい、でも実際にはですね、うん、これも非常にいい手なんですけど、はい、もっと忙しい必勝点といえば当然ここですね、ここが一番の必勝点なんですね、はいはい、なぜかと言いますとですね、はい、この手で白がこちらへ来る、この辺り、その辺りでも、まあ、こうやって頑張ってもいいでしょう、はい、三子の子ですしね、当然これを攻めるような形を取った時にここはしっかりしてきますね、うん、ほっときますと後々またこういうふうにねしっかりしたの、ので、うん、またこっちの攻めも見てますし、はい、そういうことからいけば当然黒はですねこの石をいじめに行かないといけないです、はい、そのためにはまあこうかこういう感じですね、こうとか、はい、まあ、こういう手もあるんですけどね、はい、これですとどちらかというと三線という字の線の方へ行きますからね、はい、白の方も
楽な感じなんですね、こういう形でね、はい、ですからまあ根拠を奪ってですね、これがしっかりするためにはこういうふうな四線の攻めでいきたいと思います、はい、この時によく打たれるのが白はですね、アマチュアの方はよくこう飛ばれるんですね、この石が逃げる、そう逃げないと取られてしまいそうですからね、はい、黒にこういうふうにで白が飛んだ時にここが味悪いわけですね、まあ、つける手もありますね、はい、一つの例、はい、二段に跳ねまして伸びた時にまあ取るぐらいじゃないでしょうかね、こちらつなぎますとこっちでシチョウで取られますからね、はい、と当たりかけてこういうふうにこの数手だけでも黒はかなり小さくしてますからね、はい、十分だと思います、うん、よくあの定石のその後というような感じでですね、はい、ちょっと戻してみてですね、すぐこういうふうに逃げないでこちらへ打つケースのが多いんですね、ここが形なんですね、そうです、そしてこう出さしまして、はい、こう K ぐらいですね、で外へ出てきた時に、はい、白は一応こすんでこの石を一応助けていく形なんですけど、はい、こういうとこを打たれた、はい、この場合には出て、はい、確かにこの2目は取れるんですけど、この稼ぎよりですね、はい、こっちの形のひどくなった方が大きいんですね、そうですね、この黒が心配になってきました、ね、はい、ということはこの石を取りに行くよりもっと大きくですね、はい、全体的に攻めるという考え方をしていく方がいいと思いますね、はい、そういう面から言ってもここは絶対の必勝点なんですね、うん、実戦はどういうふうに打ったんでしょうか、実戦は一番硬いですね、こちらに、この石とこの石とつながっておこうという、これもこうつながっていい手とは言えないんでしょうか、まあ、悪い手とは言えないでしょうけどね、はい、ですけど白にこういうふうに来られましてね、いいところに打たれて先に来られて、ただつながってしまったというだけで、はい、得が少ないですね、うん、はい、これもそうですね、はい、せっかくこうつながって強くしたんですからね、良、うん、くとも悪くともという言葉変なんですけどね、はい、打ち込んでいきたいですよね、ドカンとね、はい、白がつけるぐらいですよ、この方が白は困りそうですね、はいはい、このぐらいが普通の形だと思います、はい、その時に初めてこれが生かされますよね、はい、今のこちらからでは少しこう、はい、この部分がダブって相手を安心させてる分損してます、はい、実戦はちょっと黒がそうですね、辛いですね、はい、で黒があここへ下がったんですよね、はい、この手はよく、うん、いい手の代表的な、そうよく鉄柱というね、はい、ここの字だけ見ますとねかなり大きいんですけどね、ですけど実際にはこちらの働きはもうほぼなくなってるんですよね、この石がしっかりしてますから決められないですね、はい、そうするとこちらだけしか大きくないんですよね、それでこういう風になりますとここの権利が白の方が強くなるんですね、これに黒は受けなきゃなんない、そうです、ほっとくとまたつけこうつないで渡りますからね、はい、とまるっきり地になくなってしまう、これが意味がなくなっ、意味なくなってしまう、ね、と当然継ぐぐらいでしょう、はい、そうしますとせっかく稼いでもこの大きさではですね、はい、辛いんですね、うん、で特にここは権利が残ってしまうしね、はい、そういう意味ではこの石はかなりこう全体的に見て遅れた手で、はい、地の方ばかりに見ている手ですね、はい、まあ、ここへ打つならこちらに打ってですね、うん、もっとこの模様をですね、はい、せっかくこういうふうに広げてったんですから、はい、相手がほっとけばまたこちらの方から
攻めて、はい、そしてここをもっと膨らましていこうという考え方が必要だと思います。ここに実戦が打ってしまった、はい、で白がこうかかったんですね、はい、あ、こう打たれたのかな、はい、これもちょっと弱気ですね。ともかくコスミつけてですね、ここに石があるときは、はい、こうやって飛んで白がこれですかね、でこういうふうに攻めて、うん、まあ飛び出しぐらいですか。これだとちょっと白苦しい感じがします、はい、苦しいし、これも自然にね強くなって、ここやはり大きくなってきてますよね、はい、ところがただ受けますと白が滑ってこのような形で根拠を作ってしまいますね、はい、黒がここへ、はい、実戦はこう打ったんですね、はい、ここをしっかりする形なんですけどね、はい、ここは絶対の必勝点なんですよね。こちらに、はい、黒にここへ今みたいに打ちましてですね、はい、白にこう逆の必勝点ですね。白からは跳ねる、もう跳ねですね、はい、これ以上打ちるとこないんですね、うん、ただ黒にはですねここへ打ち込みたいという気持ちがあったんではないかと思うんですけどね。確かにそこも良いところなんですけど、はい、白の方も一回手抜いてるわけですから、あまり無理なことはしてこないわけですね。このぐらいの程度でもいいし、はい、繋いでもいいし、はい、そのぐらいでもこちらに回れてれば、うん、白は十分な形なんですね、はい、そういうところからいけばこの石よりこっちがすごく忙しい場所なんですね。こちらにもうこれは最後の必勝点だと思いますね、はい、実戦は黒こちらに打って、逆に白に必勝点打たれて、はい、これでこちらの方へ逃げますとですね、はい、白に伸びられてまた後々こちらがですね、はい、ほっとくと桂に打たれたり、これだとこの黒が危ないですね、なんとなく危ないですね、はい、そして囲うのも辛いんですよね、うん、小さい感じがします。小さい感じですよね。またこの羽根継ぎ打たれますしね、はい、ですからやむを得ずこう跳ねてきたこちらを少し大きくしに行ったんでしょうけどね、はい、うん、ちょっと黒は辛い感じがしますね。そう、こういうふうな形になりました時にね、はい、この大きさに指摘するものがどこにもないんですよね、うん、この状態ではもう三子の碁としてはかなり黒が苦しいと思いますね、はい、そういう面ではどこが必勝点かというのをしっかり全局見渡して打つということが大切だと思います、はい、背中に常に目配りを、背中からバッサリということもある。今度は互い戦ですね、はい、この星星、はい、こうかかりましたね。閉まらずにかかった。そうですね、こうかか閉まってれば普通でしょうけどね、はい、まあ、こちらに、はい、白がこの手もあります。挟む手もありますけどこうですね、はい、これは普通は付け引くもんじゃないんでしょうかね。こちらに、はい、まあ、かけ継ぎぐらい。これが形ですね。この方が白も収まりがいいんですよね。この時こうは打たないですね。打たないですね、はい、うん、単に二間開きに、そう、二間開きですね。そうしまして、この手も珍しい手です。はい、三三に入るんでしょうか。そうですね、普通はそういうふうに入っていくもんですね、はい、で掛け、はい、この掛けはなかなかいい感じなんですね、はい、というのはこちらとの関係からいけばね、うん、いい掛けだと思います、はい、ちょっと黒は窮屈になってきましたね、はい、実戦はこう打ちまして、はい、こうやって打
たないとダメなんですか？そんなことはないんですけど、ちょっとその前にですね、はい、この形でここへ下がればですね、はい、普通の形じゃないかなと。まあ、白もここを切られますとね、はい、ここに石が来てますから苦しいですから、一間に飛んでれば普通かなと思うんですけど、はい、ここへ跳ねますとね、碁っていうのは必ずどういう見方すればいいか、ちょっとここを設けましたね、はい、でもその反対に白は打たれてるわけですよね。ああ、その時のここの状態がどういう感じかといけば、はい、ここを頑張ったためにかなり薄くしてますよね。ああ、ただこう下がってる方がいいよって、はい、それとですね、少しここに置かれる味が悪いとかあるんですよね、はい、こうこれで部分的に目がないんですね、ちょっと、はい、うん、そういう面からいけばこの羽根継ぎじゃなくて、はい、ここを下がってないといけないということだったんですよね、はい、頑張ったために背中が熱くなってしまったわけですね。そう、背中熱くしてこれを悪くしてしまったんですね、こちらの西を、はい、それでこちらへかかりました。なんかぴったりしてますね。そう、いい形ですね。白は、はい、OK です。コス33ですね、はい、でまた入って、随分頑張ってます、はい、頑張るというよりなんか心配だったのかわかんないですね、はい、少し寄せみたいな手なんですけど、ここで見てみましょう。ここ白に稼がれました。その反対の黒はですね、こちらの部分、背中の方ですね、はい、こちらがどのぐらい良くなったかということなんですけど、ここに白がこう、はい、しっかりした形があると、うん、働きがないということなんですね。せっかくの背中が、そうなんです、働きがない、はい、うん、黒は多分ちょっと戻してみて、はい、一番こう希望してた手はここへ受けさせて、はい、Kに走ってこういうふうに、こういうふうに開けますと、はい、ここがしっかりして、ここはまだ不十分の形と、そうなればいいという考え方だったんだと思いますけど、はい、当然白はこうは打ってくれない、はい、こちらから挟んでいきますよね、はい、その次にですね、私の考えではとても飛ぶ気になれないんですね、うん、意地でも三々に入って、はい、こちらを捨ててもこっちを荒らしに行くとか、はい、で一軒ぐらい構えてね、確かにこっちは大きくなったでしょうけどね、こちらが消えてるっていうのも随分大きいですよね、はい、今みたいに何の働きもないことを考えればね、だいぶ違うと思いますね。もう一つはよく、あ、こういうふうにこちらから挟んでですね、はい、まあどちらかこう打って、こちらですか、このような定石でも、まあ、ええ、そのぐらいですね、はい、こういうふうになれば先ほどみたいに根拠なくですね、はい、ただ打面ばっかり打ってるような感じの手よりはかなり優れてると思うんですね。実戦と比べると随分な違いですね、はい、それでもじゃあここのかかりが正しいのかといえば、はい、反対のですね、はい、それ以前に問題があったわけですね、はい、こちらの方の石、こちらに、そうですね、この石を攻める方が正しいと思います、はい、これで相手がですね、何かのこう固くですね受けてもらえば当然、はい、希望した開きが打てるわけですよね。で白がこう頑張ってくればこういうふうに飛んで、はい、相手が飛んでくればこういうふうに飛んでます、はい、まだこの石はしっかりしてませんしね、はい、でこちらがですね、さっきみたいに硬い地にならないんですね。そうですね、まだいくらでも入ってくる余地が残ってるし、これを弱くしてますしね、はい、でまあ、ここは少し遠いといってもね、うん、関連性出てきますしね、はい、そういう面からいけば当然こちらから詰めて、はい、この石をいじめることによって開こうという考え方をする方が普通だと思いますね、はい、また元に戻ってみましょうか。
実戦はこちらから打ってしまった。それはもう白当然こちらへ打ちます。さっきの図と比較しますと、はい、随分やっぱり違いますね、はい、もう一つ、あ、もう一つ飛びから、そうですね、これはかなり遅れを取りましたですね、はい、で白がまたこちらへかかりましたですね。これも背中を見てないんですね、うん、こちらの方の形をね、はい、ここで打つのはこちらから打ってですね、ここから、そうです、この石を攻めれば逃げるぐらいですか、はい、そうしましたら、あ、そう、こちら開けてね、はい、これゆったりしながら攻めていかれますよね。逆に言えば黒はここの手は非常にいい手なんですよね、はい、この石とを、弱かったのが強くしてですね、この石を攻めながら打とうという、相手が三三入ってくればね十分抑えてこちらを生かしてもね、はい、ここがかなり立派な形になってますよね、はい、実戦はどうなったんでしょうか。実戦はですね、はい、飛んだんですね、ここへ、こちらに飛んだ、はい、でこういうふうにでこういうふうにつけたんですね、うん、まあこの程度に打ってればいい形じゃないかと思う、はい、この形ならここの分かれははっきり黒が良かったと思います。それつけて、まあ、この石攻めようとしたんですかね。白はちょっと安心したような感じがしますけど、そうですね、でこう随分頑張ってこう、でここへ白に打たれたんですね、はい、でまあ、心配ですからね、はい、逃げたんでしょうけど外に出ていくんですね、はい、でまた並んだんですね、剣、はい、これ見てどうですか。うん、なんか今一つ黒はやっていない感じが、というより相当この石がね、はい、逃げなくちゃいけないような形になってね、はい、ここはなんかもう完全な白地になってきましたよ ね、うん、そうですね、かなり損してますね、はい、そしてここがしっかりしてここがしっかりしてて、うん、黒の地というあまりないんですよね。ちょっとこれもまだね、はい、ここら辺がありますし霧もありますしね、大したことないということになるともうかなり苦しいでしょうね、はい、じゃあどこがいけなかったかもう一回ここのところを戻してですね、はい、先ほどのここの辺でもいいんですけど、まあここを打ってしまったんですけどね、ここはやってみましょう。ここでですね、一番見なくちゃいけないの、はい、どうでしょう、この石ほっとくと白になんかこの辺に来られると死んでしまうと思います。いや、とってもじゃないけど死なないと思います。死なないですよね、はい、で白がこういうふうに打ったというのはどこが強くなったと思いますか。ここが強くなったっていうことは背中はこちら側ですね。そう、当然ここがすごく強くなってるんですよね、はい、ですからそれを見てないで黒がこちらへ打ってしまうからこういうふうに打たれてしまうんですね、はい、だからこの手で、まあ、かなり強いですからね、この辺ぐらいでいいんじゃないですか、大ゲーマぐらいに、はい、こうなってもさっきと比べたら大変な違いですね、銀の具合が、はい、まあ確かにこういう三三もありますけど、まあ固くですね、当然こう遮る手もあるんですけど、ここが丈夫ですからまあ優しくですね、このぐらいのこのぐらいにこうやってこうやってです、こうこれでまあこの辺ですか、この辺ぐらいですか、こういうふうに構えてても、はい、実戦に比べたら随分違う、随分違うでしょ、字は、はい、かなりこれでしたらこの部分の黒字の大きさが分かると思うんですけど、うん、さっきは黒字より白字になってますよね、はい、このように必ず打ってる時自分の打ってる反対側ですね、常に見てないとどうしても
損していくケースが多いんですよね、はい、こちらからだけいいというわけにいかないんですよね、はい、必ず反対をこう見ておくという、よく専門家だと背中と言いますよね、その部分をきちっと見ていただきたいと思います。立体的な陣構えは定番な陣よりもはるかに奥が深い。次も高橋さんの碁を見てみましょう、はい、星です。星です。星が多いですね。これ締まりです、はい、割り打ち。こちらでこう挟んだんですね。普通はこう受ける、ね、受ける手もあるし、挟むならもう少し詰めてしまう方が、はい、ここの関連性がいいんですけどね、こちらへ打ったで、はい、これもですね、もしこちらを打たれるならこちらの2件の方がいいんですね。そうですか。こっちに打ち込まれた方が白は打ちやすいんですよね、はい、うん、コスミとかツケとかってありますからね、はい、こちらで打ち込まれると止める手がちょっとね見当たらないから、そういうのもちょっと工夫されるといいと思いますけどね。一部の違いが随分違いますね、はい、でこちらですか、はい、で星そこツケてるんですか、ここ離れてるんですか、桂馬ぐらいでも良かったんじゃないでしょうかね。こう、ええ、でこう出てくれば、うん、はい、伸びて伸びて、これで止めることができますからね、はい、実戦はまあつけてしまう。これは黒を封鎖することできないですか。そう、封鎖しようできないことはないんですよね。こう跳ねた時、はい、切ればなかなかつながらないんですね、はい、実戦はこう伸びてしまった、繋がれてしまった、ちょっとこの形は辛い形でしたね。そうですね。でこう飛ばれたんですけど、はい、この飛びもちょっと硬いですね、うん、よく見られれば分かるんですけど、ここよりもこっちの方がね、はい、ちょっと弱い感じなんですけどね、まあでもこっちから援護を送ったつもりだと思うんですね、はい、ここでですね、大場がですね、まあ、こことこちらとですね、はい、こちらと3箇所あります。これを A とし、はい、これを B、 こちらを C、 この大場の中で一番良いと思われるのはどの手だと思います。それでは正解を言う前にですね、箱型の話をしてみたいと思います、はい、では作ってみましょうか、はい、この場合同じ4手でです、はい、このように四角い形と長方形の形ですね、はい、で黒地は約30目以上あると思うんですね、はい、こちらはどう考えても22目ぐらいしかない、はい、でむしろこの形の方が切れやすいんですね。この間がですね。そうですね、はい、こちらの方が入りにくくなったんですね、はい、もっと詳しく言いますと10個の確実な字を作ってみましょうか、はい、双方10個の石での位置ですね。この中にはもう相手入ってきても切れませんしね、はい、こういうふうな形になった時にですね、黒のこう正方形的な形の場合にはですね、はい、4520ですね、はい、こちらは1234567214目、6目も差が出てしまうんですね、はい、ですから正方形に作っていく方が字が大き効率よく取れるということなんですね、はい、それでは小目の場合のですね、はい、作り方をしてみましょう。
こういうふうに、はい、みんな閉まって打ってみましょう、はい、こういうふうになりましたときに、はい、こちらとこちらと辺にありますね、うん、でどちらへ先行くかという問題からいけば、はい、この閉まりからいけば正方形に作りやすいのはこちらなんですね。こちらじゃないですね、これの方が長方形ですね、はい、ですから先にこちらの方へ行く方が普通なんですね。じゃ白もこちらに、そうですね、はい、まあ、こちらにも同じようなものがあるんですけど、こちらへ打ちますと黒にこうとかこうですね、はい、うん、こういう図形村井さんはもうお強いからご存知ですよね、はい、ますます黒の箱型が大きくなりますね。そう、大きくなるし、普通鶴翼の陣って言いますでしょ、はい、鶴が翼を広げたような陣でかなり大きくなってきますね。そうですね、箱型を目指すのには非常にいい形ですよね、はい、でそれを阻止するためにも同じような開きでもこちらの方が大事なんですね、はい、そうしますと黒はですね、どこへ打つかといったら当然こちらに向きますね。白に角翼の陣を、そう、こっちの長方形の方へ先打つとこちらを消されながら同じような角翼の陣になってしまう、はい、そうしますと黒がこう、当然白がこういう、こう見ても石の流れって自然に流れてきますでしょ、はい、だからどちらが大事かって締まりの場合ですね、当然こちらの方が全て大事なんですね。 先にそちらを大事に考えるのが必要なんです、はい、それでは星の場合を見てみましょう、はい、今度はですね、星の場合のですね、いい打ち方と悪い打ち方を一緒に、黒が悪い打ち方をしまして、白がいい打ち方をしてみましょう、はい、全部星ですね。そうですね、全部星で打ちましょう。ちょっと違うんです ですね。ちょっと違いますね、はい、ですか、このような、まあ、こんなもんですかね、はい、なった時に同じ石数ですけど、黒のがさっき箱型に作れって言われたから、うん、こういうふうに作ってみた。実際には星の場合には三線が欠点なんですね、はい、でここへちょっと入って、このように荒らされてしまうとですね、はい、この箱型が小さいんですね。意外と小さくなっちゃいましたね。ですからこういうふうな感じでですね、三々の欠点を補いながら打っていく箱型を作り上げていく方がいい、うん、はい、模様なんかもそうですよね、はい、それではこれがかなりヒントになったと思いますので、はい、大御場に戻ってみましょうか、はい、先生、箱型の字がいいということはもうA しかありません ね、 そうですね、こちらから詰めるしかないですね、はい、特にここに石がありまして角翼の字になりますしね、はい、こういう形が一番素晴らしい字の作り上げ方ですね、はい、ちょっと横道にそれますけど、はい、ついでに割り打ちの問題なんですけどね、ここに割り打ちのと、まあ、こことここが普通のように見えますでしょう、はい、ですけど実際にはですね、こういう形の割り打ちの時にはこの割り打ちというのはあまり見かけないですね。なぜかというと先ほどよりもっと広い構えでね、はい、打てて相手が開いて立ちぐらいですか、はい、でこういうふうにでこの石が弱くなっておりますから、そうですね、入りにくいんですよね、はい、まあ、仮にこの弱い石を守れば飛びぐらいだとしますとね、黒がこういうふうに黒の形がとても素晴らしくなります。どんどん広くて大きい形でね打たれていきます、はい、うん、むしろこれじゃなくてこちらに割り打ちする場合はありますよね。一路こちらですね。 それはこちらから詰められても、はい、ここを開けまして、先ほど言いましたね、この締まりからいけばこっちを大事にしなくてはいけないのを消していますし、はい、黒からこういうふうに詰めてくればこうとかこのような形でですね、はい、ここが狭いというね、うん、
ですから割り口の考え方としては、はい、まあ通常普通はここですけどこちらもあるんですね、はい、ということはこう打ったら大体こういう場面こちらの方がこちらの線より効果が上がるということですね、はい、で当然ですから今のこのこっちの問題はですねこっち打たれれば白はありがたく二間に開いてしまいますね。それからもう一つのこちらの点ですね、これも白はすぐこちらへ開いて、はい、ここの大きさを止めていこうと、はい、このように地というのは正方形に作り上げる方がかなり大きいんですね。石は有効に捨ててこそ高度な戦術と言える。この碁も高い線です、はい、高目です。高目。小目です。こちらも小目です、はい、これ向かい小目。ユニークな布石ですね、はい、で、かかりです。白もかかってきました、ね、かかりっぱなしでかかりで、挟んで挟み白も高ばさみで対抗してきましたね。黒がここ、はい、この手はこちらへ詰めますとねこちらから打ちやすくなんですね、はい、この開きと兼ねてね、はい、ですからこちらへ打ってどちらから打てるように、はい、こちらからの方が普通ですかね。で二間に開いてでコスミつけてこれを攻め、はい、白黒がこういうふうにですね開いたのはこの石を捨てて、はい、ここの厚みを消してですねこれをしっかりしてしまうという形ですね、はい、大場に回ったわけですね、ええ、締まりですね、はい、で開き黒も詰めながら開きです。ここで問題を出します、はい、皆さんのテストです。ここへこういうふうに逃げる A の打ち方が良いのか、はい、B とこちらから挟んで打つ打ち方が良いのか、はい、C とこちらを飛んでここを拡大していこうとする打ち方が良いのか、はい、どの手が一番いいと思われますか。村井さんはどの手にしましたですか。私は B っていう感じがするんですけど。これは正解ですね、はい、その前に、ま、この C の論外の手からやっていきましょうか、はい、なぜ論外かと言いますとですね前にもやりました未開地のことから考えれば住んでる場所ですね、うん、ここへ打ったために、はい、これは当然この戦場へ先着できるわけですね。こちらが未開地なんですね。そうですね、住んでませんしね、はい、コスミつけて立たして桂に、まあ、せいぜい逃げるとしたらこの程度で、はい、黒がこの辺ですか、うん、なんか白は足りない形を、はい、白はほっとくわけにいかないですからどっちかのコスミ、まあこの辺ですかね、はい、そうしたらそう、うん、この一軒に構えた形が非常にいいのとね、はい、この石が全然こちらに対して影響力持ってないですね。黒を逃げただけという感じですね、はい、ということはもうこれは論外ということになりますね、はい、実戦は先生、はい、どうだったんでしょうか。実戦はですねこちらの取り、はい、こういうふうに飛びますと、まあ、こうなったんですね、はい、このままでも同じようにこちらがしっかりしてますから辛いんですね、うん、そのまま実戦はこういうふうに打ちましてですね、はい、こうで、まあ、囲いに行ったわけですね、はい、で押してこうで黒がコスミつけて攻められたっていう。そうこれがあの攻める一つの方法ですね、はい、でこういうで、まあ、帽子にしてきたんですけどね、白の石は帽子になってますね、まあはい、でこうなりまして、はい、でこういう形になったんですけどこれ見ていただけば分かるんですけど、はい、この黒とですねこの白と合わせても遜色ないんですね、はい、でこの石とこの石がしっかりしててこの石が、まだ中ブラリンの形してますよね、はい、ということははっきり黒が形勢いいです、うん、それはなぜかと言いますと、はい、この
働きが全く厚みがないわけですね。はい、では正解の方行ってみましょうか。はい、この場面で、そう、この B の正解ですね。はい、これが非常にいい手なんですね。うん、というのは、まあ、当然ここへかぶせられたら困りますから、こすみますね、黒が。はい、で、二間に開いて。この働きのない石を捨ててしまおうという考え方が、はい、捨て石の大切さなんですね。はい、で、まあ、このまま白はこっち開くでしょうね。これかなり大きい手です。これは捨ててもいいんですか？ええ、ここだけ見ますと大きいように見えますけどね。はい、先ほどここが黒地だと思ったのが、はい、白に変じてんですから、うん、決して劣ってはいないですね。はい、むしろこの方がまだこの石はほっとけば逃げる可能性があるわけですね。うん、完全に死んでるわけではないです。はい、そういう面からいけばこの石を捨てていくのが大切なんですね。はい、捨て石というのはアマチュアの方は石が逃げられないから捨てる、これは捨て石とは言えないんですね。逃げられる石でも相手に価値がない場合に初めて捨てていくという考えが持てるんです。逆に言えば逃げた時に相手が何らかの形で困る場合は捨ててはいけない石なんですね。その辺の判断をしっかり見てから逃げるか逃げないかを考えていただきたいと思います。高橋さんのことです。はい、たすき型ですね。そうですね、僕はずかかるんです、はい、かかる、うん、つけ、はい、手を抜いてもいいんですか？はい、こういう手もあるんですね。はい、これは逃せない。そうですね、小ゲーマにかかる一件欲しいです。詰めた、はい、ちょっと硬いかもしれない、うん、これはいい感じですね。こっち、まあ、構えならこっちの方が正しいかもわからないですけどね。はい、でもいい構えですね。で、詰め、はい、第三でしたらどう打ちます？ここは捨て石ということですから、あ、この石を捨ててしまう、逃げちゃいけないんですね。あ、そうですね、はい、当然そうですね。ここで実践はですね、しかしこういうふうに逃げられるから逃げてしまった、はい、でこちらへこう詰められて、うん、これはもう見ていただくようにここがしっかりして、ここがしっかりして、はい、白何にも打てないんですね。この黒の壁にもぴったりな感じがしますね。そうそう、でこちらも良くなってしまってね、はい、全て台無しにしてしまった、うん、ということはこの石はもう捨てるべきでしたんですね。はい、村井さんの言う通りにどういう捨てるかいいかと言いますと、こう詰めてですね、はい、相手がまあこのように取ってくればこういうふうに、でこのような形、これさほど大きくないでしょう。そうですね、それよりこちらがね、はい、かなり大きな模様にね、まあ完全なまだ字とは言えなくても模様ができましたよね。実践図とは全然違いますね。ということはですね、はい、一つはこの黒もこの石を取り行ったのが失敗なんですね。うん、ちょっと戻してみました。はい、こういう場面ですね、はい、この石はもうもともと白が捨てようというような石なんですね。うん、ですから逃げてくれないんですね。むしろこのようにですね、はい、大きくこの石逃げていいよって誘う方がいいわけですね。はい、ですからまあこういうなんとなく逃げられそうです、うん、そしてこういうふうに挟んで、はい、この石をいじめながらこの石と絡んでいくとか、はい、そういうふうに大きくいかないといけないですね。うん、これでも白
こちらの方から捨てていくでしょうね、はい、これでも逃げてもらえば黒はありがたいですね。こういうふうに押していく手ができましてね、はい、で逃げてこの辺曲がられた時かなり惨めな形ですもんね。辛いです、でも逃げた以上意地でもね、逃げなくていけなくなる、はい、この時に白はこちらから詰める、はい、それなら、まあ、飛んでもね、はい、まあ、こういうふうにかけてしっかり取ってても、はい、さっきに比べたら大きさが全然違いますね。そうですね。このように石の逃げるか逃げないかっていうのね、はい、また逆に黒の立場からいけばもう簡単に捕まりそうな石は逃がしてしまう方がいいということも考えられるんですね、うん、はい、第1巻第2巻を通じて序盤の戦い方を10テーマに分けて話してきました。皆さんいかがでしたでしょうか。宗さんはいかがでしたですか。少し戦い方のコツが分かってきたような気がしますね。そうですね、はい、戦い方が上手になることが上達の早道だと思います。皆様も身につけられるテーマから確実に覚えることが大切です、はい、